ドロシード・ロス・チャイルドとかディッシュルズ・ドロシード・ロス・チャイルドは、イギリスの慈善家、イスラエルオープン大学の創設者、ユダヤ系の財閥であるロス・チャイルド家の一員であった人物である。ドロシー・マシルド・ピントは、1895年3月7日、父友人と母キャサリーンとの間に、ロンドンで生まれた。父はエジプトに大規模な土地を所有していたものの、子孫であった。 少女期は学校には通わず、家庭教師による教育を受けた。また、娘をバイリンガールにしたいという父の意向で、家庭内ではドロシーは、英語ではなく、フランス語で両親と話をしていた。1913年2月25日、18歳の誕生日が目前であった時に、ジェームズ・アーマンド・ド・ロスチャイルドと結婚し、ロスチャイルド家の一員となる。そして、ドロシーは、 シオニズム運動の積極的な支援者となった。1922年、ジェームズとドロシーは、当時ロスチャイルド家が多く保有していた、バッキンガムシャーの土地にあった、ワッテスドン邸宅の所有権を継承した。1929年から1945年まで、アイル・オブ・エリー選挙区での自由党に所属していた、ジェームズの選挙活動をアシストした。 イスラエル建国後の1957年にジェームズが死去。ドロシーは未亡人となる。ドロシーはワッテスドン邸宅をナショナルトラストに寄付した。そして、ドロシーはイスラエル初代大統領ハイム・バイズマンと強い友好関係を築き、事前財団、ヤド・ハナディブを創設した。この財団は、イスラエルのクネセトの建造支援、最高裁判所の建造支援、 教育テレビ解説支援、通信制大学、イスラエルオープン大学の創設支援といった事前事業を行った。1969年にはヘブライ大学の名誉博士となる。こうしてドロシーは自らの生涯をユダヤ人とイスラエルのために捧げ、1988年12月10日にこの世を去った。93歳。ありがとうございます。